さあではホームギラバンツ北九州のスタメンをチェックしていきます。ゴールキーパーが加藤、そしてフォーバックは右から藤谷、そして本村と川野、乾と入りました。ボランチは前田と西村、右のサイドに佐藤、左に平山、トップ下に藤川が入って、ワントップ今日は上方でが入っています。アウェーの松本山雅 FC のスタメンです。ゴールキーパーがビクトル、3バック右に野々村が入って、大野、そして時田です。右のワイドに下川、左に富山、中盤はパウリーニョ、佐藤、菊井と入っています。パウリーニョは出場停止明けの今日の出場です。そして2トップに横山、それから加入2年目ブラジル人選手のルカオ。手前23番は富山、クロスを積極的に上げたいと話をしています。今日のゲーム、横山のシュート、ここは弾いた加藤、ナイスセーブでした。藤川よって藤谷から藤川ですが、まだボールは北九州、佐藤亮自分で行きました。ミドルシュート、ビクトリよく弾き出しました。ナイスセーブ、ナイスシュート、どちらも素晴らしいプレーでした。松本山がボールを奪います。ルカオです。さあ体を入れ替えて、藤谷ここからの仕事は重要になるが、ルカオがさあフリーになっている。ルカオの右足よく防いだ加藤、完全にフリーとなったところでゴールキーパーの加藤よく防ぎました。ワンタッチで素早くつないでいきました松本山が。ルカオ足さばき、グラウンダーの低い後ろから来たのは富山、加藤がセーブ、よく防ぎました。加藤ファインセーブが続きます。決定機が多いのは松本山が。横山ヒールでルカオにつなぐ、ここから前にボールが出た。さあ駆け上がっていきます北九州、ここは守備に持っていけるか、スピードがあります横山、持ち直して右足、本村右足のシュート、バーに当たりました。さあまだボールは松本山が、クロスでルカオ、ため息に変わりました。左から右から来ました。ただここはまた惜しいシーンでした。ショートコーナーから低い、もう一度下げて富山です。富山が上げる、弾かれてパウリーニョ、加藤のセーブ、ここも加藤のファインセーブ。佐藤から野々村、そして決まりました、時田が決めました。13分のゴールは時田、187センチの長身が行きました。最後頭を合わせていったのは時田、ここは今日再三の好セーブ、加藤も反応できませんでした。まだボールはプレーが続きます。ゴール前出したところで長い笛、試合が終わりました。最後まで集中してゴール前守り切ったのは松本山雅 FC、 4試合ぶりの白星。